父親がサッカーやっていて、その影響で、まあ、小さい頃からサッカーやって、小3くらいから始めました、選手。シビロ浜松サッカースクールです。スクールにプロのジュビロ八幡の選手が来てくれて、それでサッカーやったことです。入りの中学校です。1年生大会で西部で3位で、県大会で県5位まで行ったことです。学校の綺麗さとかそういう雰囲気とか、僕はまあ勉強も部活も頑張りたいと思っていたので、この学校に選びました。先輩方がまあすごいフレンドリーに接してくれて、とてもやりやすかったです。みんな真面目に練習をやって高め合っていく、そんなチームです。去年1回も勝てなかったので、1回勝ってその先もっといけたらなと思います。